どうも、斉藤紳士でございます。さあ今日はですね、私の作業机を紹介したいと思います。はい、全く需要はないと思うんですけれども、ちょっとね、動画のストックの方がなくなってきたので、こういうこともやっていきたいなというふうに思います。はい、まずね、これが椅子でございます。はい、非常に気に入っている椅子でございます。はい、いい感じの椅子ですね。はい、でですね、これ学校からもらってきた、近所の学校で捨てるというなんか、机をもらってきたやつですね。これが意外に重宝するんですよね。でパソコンでございますんでね、これあの今の時期膝掛けがねやっぱりいるので、これ膝掛けでございます。はい、これをしておりますんでね、足元にこういうスリッパで暖を取りながらやっておるんですね。時計でございますね。そしてこれがポメラ、あのポメラでございますね。よく使っております、ポメラで。これがね、これね、何だと思います？これね、何だと思います？これね、ライトなんですね。はい、素敵なライトでございます。狭いんでね、場所ができるだけこうなんて幅を取らないように、こういうちっちゃいねコンパクトなものを使っています。で目の前にはこういう風にね、本がずらーっと単行本を並べております。横にもね、こういう風にずらーっと、まだこれ以外にも本があるんですけど、まあ、とりあえずよく手に取る本とかをね、目の前に置いたりしております。はい、でここにノートね置いて、いつも取ってね、作業ができるようにという風になっておりますね。そうなんです。これ以上特に何もないな。まあこんな感じでね、この本の中からね、紹介する本もたくさんございますからね、こんな感じでございます。はい、こういう段差になってないと僕ね、あの奥の本がこうちょうど同じ高さだとね嫌なんですよね。なのでこう段差があるようにやっております。裏の方も取れるのでね、裏の方は、文芸誌で、こちらからね、ここら辺ほとんど芥川賞受賞作ですね、などがございまして、こっちにはね、劉さんの本があったりとか、そういう感じで、でここにも置けない本っていうのもまだまだ、押し入れの方にたくさんあるというような感じでございます。いつも私はここで作業をしております。はい、まあ、こんな感じですね。これ見ますかね。見るかどうかわからないですけど、私の作業机でございます。はい、今日はですね、私の作業机紹介でございました。どうもありがとうございました。